皆さんこんにちは司会の柴山香菜子ですそれでは6月1日からの島の国チャンネル今回のラインナップです今回は暮らしの情報生き生き健康広場ストーリーをお送りします まず最初は暮らしの情報コーナーですえ今回は磯部の尾見田ということで磯部町にある伊沢宮五稜田前にやってきましたお話を伺うのは歴史民族資料館の柴原さんと穴川区長の助田さんですよろしくお願いします。お願いします柴原さんまず今回のテーマ、はい どのように SDGs に関わっているのか教えてくださいはい、えー、今回はですね SDGs の11番に関する取り組みとなっていますそれでは磯部のお見たについて教えてくださいはい、はい、ではこちらのご両田へ行きましょう こちらがですね、はい、御霊殿なんですけれどもここで祭り当日もたくさんの神事が執り行われますはいこちらでたくさんの神事が行われるということなんですが、はい、詳しく教えてくださいはい、えー、磯辺尾三田はですね起源がありまして、えー その踊り込みの歌の中に「昔真鶴、ま、磯辺の千田に、えー、稲穂を落としたその祭り」というふうな歌があるんですけれども磯辺に伝わる、えー 宝都市伝説の古事が起源というふうに言われています祭り自体は平安時代の終わりから鎌倉時代の初め頃にかけてですねもうすでに祭りの何らかの形が成立していたというふうに言われていますでそういったかなり昔からあの地域の人々が大切に守り伝えてきた祭りですねであとあの千葉県の香取神社と 大阪府の住吉大社と並んで三大日本三大お田植え祭ということで有名でもありますしあとはあの貴重な伝統とか芸能 ということで、あの重要視をされて、たくさんの方が当日見に来られる祭りです。はい、毎年6月の24日に開催されるんですよね。はい、そうですね。そしてこのお祭り文化祭でもあるんですね。はい。えっと平成2年にですね、国の重要無形民俗文化財に指定をされています。で、この理由としては、えー、室町時代に。えー 広大神宮の方で行われていたお田植え祭りに同種、えー、の祭り行事ということあとはですね、えー、法年の、えー、稲作紀元伝記の、えー、伝承地ということでとそういったところで育まれてきたっていうことあとはですねあのこの祭りの中で行われる、えー、と。 竹取神事ですとかあとは斎取しの舞なんかが、えーまあ、田植えの行事としてはあの特殊な独特の,あの風習であるということで重要視されて、えー、指定に向かってあの指定されています。はい、福田さん。はい 地域の人たちによって、伝承されてきたというのは、どういうことなんでしょうか。あのですね、磯辺の三田は、ええー、九号の、磯九号の地区の人たちが保欲しております。で、七年に一度の林場に行くことで、今年は、あ、穴学区が、当番になっております。はい、七年に一度、回ってくるということで、詳しくどんな役割があるんですか。えっとですね。はい。磯辺の三田に、保守する役人は。 えぶりという道具で、たおならすエブリ、えぶりさし、さなよとり、うえる、たちど。と、さおとめ、古典的で、優美な、調べを奏でる、ささら。太鼓、笛、音、鼓、鼓、歌い、また。役人の要となる、敬語役のほか、口調をはじめ。制約の人たちなど、まさに、句を挙げて奉仕します。はい。芝浦さん、他には。はい。はいえー 師匠という方がいらっしゃるんですけれども各役人に稽古をつける役割をされている方で、えー、お三田の当日もですね全体の、えー、儀式の指揮を執られる方ですで2つ流儀がお見たにはあるんんですすけれれれどもそれぞれに師匠さんがいいらっしゃいますあとはですねこの御領殿を管理されている作長という方がいらっしゃるんですけれども佐久長さんも当日はですね、えー、神宮から 授かったさ苗をこちらの御領殿に運ばれるというような役割をになってますし一年間を通してここの管理をされてますので種まきからですね稲刈りまで作長さんを中心にされていますいろいろな役割があるんですね、はい、さて助田さんおみたにはどんな神事があるんでしょうか、えー、男たちが合板うち,うちわと呼ばれる大きなうちわを奪い合う竹取神事 穴國と太刀殿によるおたべえ神事太鼓打ちとらすりによる斎取り指しの舞厄人一同による踊り込み伊蔵宮内での境内での千秋楽の舞など生度同を兼ね備えた神事がありますはいそしてすでに練習が始まっていると伺いましたが様子など,どうですかそうですね、はい、穴岳ではおみだに向けて5月から練習に取り組んでいるところです。 すでに小学生が5名中学生が14名社会人8名それ,それと敬語役を加えて総勢28名の楽人が練習に取り組んでいますまた早乙女パチとエブリュについては6月中旬までは土日に集中して練習します保護者も積極的に協力してくれますし地域の皆さんも見学に来てくれる和やかな雰囲気です、はい 地域が一つになってお祭りに参加できるというのは本当に素晴らしいいいことですね。志摩市でも人口が減少し少子高齢化が進み担い手の問題もいろいろとあるかと思いますがしっかかりとと未来になないでいかないといけないででけすよね。そのそう通りです。他の地域でもあれだと思いますが私たちの先人が育て守り継承してきた大切な伝統文化です。 歴戦歴史の中で失われることなくこの令和の時代はつながれてきましたが今を生きる私たちも守り未来へ伝えていかなきゃいないと思いますはい。では最後に市民の皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思います福、はい、田さんからお願いします、はい、6月24日磯辺の三田が通り行われますぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います ありがとうございます。では、柴磯辺のお三田はですね古くから地域の人たちが大切に守ってきたお祭りでもありますしずっと古くからですね長い間島に初夏の訪れを告げるようなお祭りになってますので是非皆さんにご覧いただければと思います。 はい、六月の二十四日ですぜひ多くの方に来ていただきたいですね、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました,いました続いては、いきいき健康広場です今回は、歯と口の健康集会についてご紹介します今回のテーマは、SDGs の三番と十一番に関する取り組みとなっています それではこちらの VTR をご覧ください皆さんこんにちは健康推進課の伊藤です6月4日から10日は歯と口の健康習慣です今回は歯と口の健康について羽根市会院の羽根先生にお話をお伺いします羽根先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますまず歯と口の健康習慣とはえ、実はですねこれ昔は 虫歯予防デーといって6月4日だけだけったんですよところがやっぱり皆さんにねお口のことをよく知っていただきたいということで歯の健康習慣というのに変わったんですがここ最近ですねお口の健康っていうのが全身の健康に寄与するということが分かってきて歯と口の健康習慣というふうになってこの期間を皆さんがお口について関心を持ってもらって お口それから歯の病気を予防したりということに注意していただこうということでできたんんでですすねねそうなんです、ねはい、では早速あの歯と口の健康を守るために私たちはどういったことに気をつけたらいいんででしょうかそうかそすねあの実はですね市の方でもお子さんに復化物を使っていただくとかいろいろ行っているんですが実はですね なかなか、えー、働き出したたりすすると歯医者さんんに来ていいだけないんですよねでもちろんご自身で歯を磨いてもらう自分自身で守るということと,と我々の方いわゆるプロフェッショナルケアという呼び方をするんですけどこの2つをうまく組み合わせて歯医者さんに来ていただいてしっかりと、えー、見ていただくそしてメンテナンスという形で、えー、お口のケアをしていくと これが、えー、お口の健康、引いては全身の健康につながっていくんですね。はい。わかりました。お聞きしましたように、自己管理を行うことと、歯科医院での定期検診。受診をすることが大切なんですね。セルフケアのポイントや注意点はありますでしょうか。はい。実は、なかなか歯ブラシだけで、全部をきれいにするというのが難しいんですね。若い人だと、歯と歯の間をお掃除する糸ようじ。 フロスを使ってもらうといいですし、えー、ある程度、えー、歯と歯の間が空いてくる年齢になりますと歯間ブラシというものを使っていただけると、まあこの補助清掃用具というのを使っていただけるとうまく磨けると思います。はい、また歯科医院への定期受診はどれぐらいの頻度で受診すればいいのでしょうか。そうですね。なかなかあの歯科、えー、受診するのは難しいかと思うんですが、いろんなところで年に2回は、うん 定期受診をというふうに我々は進めておりますはい、そうなんですね市でも幼児や児童、生徒の歯科検診などの取り組みを行っていますが世代によって歯と口の健康を守る環境は違っています、えー、仕事で歯科医院になかなか行けない人もいるかと思いますし介護でお口の問題を抱えている方も多いと思いますがそうですね小学校、中学校、高校では しっかり歯科検診を行ってその報告もあるんですが実は働き出すととと歯科検診というのがほとんどなくなくってしまいますますた介護に関しては75歳80歳の時にですね後期高齢者の歯科検診というのがありましてこれは歯や歯周病だけではなくてごっくって飲み込む、えー、お口の機能の検査も行います。最近亡くなれる方 著名な方なんかでも肺炎でなくなるということをよく聞くと思うんですけどこの飲み込む肝を鍛えることによってこの誤塩性肺炎を予防することができるんですねまたまだ花粉症のシーズンも続いているかと思うんですけど鼻が詰まってお口で呼吸してしまう方々実はお子さんも多いんですよねそのことによってうまく噛むことができないとかそういったこと え咀嚼機能の発達ということにも少し問題があるっていうふうに最近言われてきてるんですね。そういうことも含めてですね、やはり子どもから大人までしっかりと我々が見たいものですね。はい、ありがとうございました。市民の皆様に先生の方からメッセージの方をお願いいたします。はい、まあどうしてもですね、歯医者さんっていうと痛い、えー、いやだなっていうことが多いかと思うんですけど、ぜひですね。 年にに回歯医者さんに来てていいただいてで実は病気っていうのは全てそうなんですけど早めに予防早めに治療することによって痛くないそして、えー、お金もたくさんかからない世の中にとってもいいことでしかも健康になるので是非是非自己管理の方をしていただきまして定期的に歯科医院へ受診していただくことが大切になってくるかと思います。 今日は先生ありがとうございましたありがとうございました最後はストーリーのコーナーです今回は雨文化が日本遺産に認定されましたについてご紹介しますお話をいただくのは障害学習スポーツ科の三好さんです三好さんよろしくお願いしますよろしくお願いします まずは今回のテーマが SDGs にどのように関わっているのか教えてくださいはい、これは11番に関わる取り組みですはい、さて三好さん天文化にまつわるストーリーが日本遺産に認定をされたということなんですがはい、そうなんです文化庁で行っている日本遺産の認定について今年度は72件の申請があり16件が新たに認定されましたその中の一つが 鳥羽市と島市が申請した天に出会える町鳥羽島スモグリ寮に生きる女性たちです5月20日には東京国立博物館で認定証交付式が行われ市長も出席しましたそしてこちらがその認定証ですはい市長も出席されたということでそしてこの認定証とても 素敵ですね立派ですねそう,そうですねはい上のところに日本遺産のロゴが入っていますこの日本遺産のロゴなんですけどこれからアマーに関わるポスターであるとかですね、えー、そこに入ってくることになると思いますので皆さんの目に触れる機会も多くなると思いますはいありがとうございますぜひ皆さんにもそのポスターもたくさん見ていただきたいですねそうですねはいはい ところで、はい、三好さんあの日本遺産について教えていただきたいんですが世界遺産はよく聞きますが日本遺産と世界遺産どう違うんでしょうか、はいえー、世界遺産と日本遺産というのは全く別のものなんです世界遺産の登録はユネスコが遺産の保護を目的として行うものなんですが日本遺産は2015年に文化庁により始まった取り組みで 国内外に情報発信を行うことで地域の活性化を図ることが目的とされています文化庁は東京オリンピック・パラリンピックが行われる2020年までに全国で100件を認定する予定です三重県でもすでに明和町の祈る公所西大の都西宮と伊賀市と滋賀県の神賀市による忍びの里伊賀神賀の2件が認定されています アマ文化はお祭りなど無形文化財の世界遺産に相当するユネスコ無形文化遺産への登録を目指していますが日本遺産に認定されたことはその足掛かりになるものですまた世界遺産が個々の遺産を登録するものであるのに対して日本遺産はストーリーを認定するものです三好さんストーリーですかはいストーリーですストーリーは地域の歴史的魅力や特色を通じて 日本の文化・伝統を語るものでそれに関連する遺跡・名称・祭りなどを構成文化財としてパッケージ化して申請します認定の基準は興味深さ・斬新さ・希少性・地域性・理解しやすさという5つの基準になっていますちなみに日本遺産の審査を行う日本遺産審査委員のメンバーには文学者で テレビのコメンテーターとしてもおなじみのロバート・キャンベルさんや歴史的なテーマを題材とした漫画が有名な漫画家の里中真知子さんなどが含まれておりそこからも保護を目的としたこれまでの文化財指定とは違い活用を目的としたものであることがわかりますはいそうなんでですねは,い、では今回認定された天文化にまつわるストーリーの内容について教えてくださいはい。 今回認定されたストーリーのタイトルは天に出会える町鳥羽島スモグリ寮に生きる女性たちですストーリーの概要をお伝えすると豊かな海産物に恵まれた鳥羽島は全国の約半数の天が活躍する日本一の天に出会える町ですこの地域で女性がスモグリでアワビ・サザエや海藻をとる天漁の始まりは 約2,000年前まで遡り世界でも日本と韓国のみの貴重な療法です天が取った海産物は伊勢神宮に神に捧げる供物である神仙として奉納され続けており天が中心となる祭りも継承されているなど天ならではの風習や信仰など天文化が今も色濃く行き着いています鳥羽下をめぐれば天文化を五感で体験でき 元気な天からパワーをもらえるに違いないといった内容です。はい。具体的にはどんな内容ですか。はい。そのストーリーと関連する構成文化財によって組み立てられています。構成文化財には、飛ば島の雨量の技術はもちろん、塩かけ祭りをはじめとする雨さんと深い関わりがある祭りや伊沢宮など信仰の対象、大王崎灯台、阿濃里崎灯台。 麦崎灯台といった海と関わるランドマークも含まれています歴史民俗資料館に展示されているさんの道具などを含む島半島の生産用具及び関連資料やさんについて書かれた古い文書が残されている九戸鹿村・豪倉文書なども含まれていますわかりましたの天漁は2017年には 日本農業遺産と国の重要無形民俗文化財にもなりましたよね。はい、そうですね。今回は日本遺産に認定ということで、はい、さらに注目度が高まっていきそうですね。はい。アマというものは、長きにわたって資源管理をしながら魚介類を取ってきた。持続可能な漁業の担い手です。獲物を素手や原始的な道具を使って獲得するアマ漁の方法は。 2000年前からほとんど形を変えていない世界的に見ても貴重なものということができますそういったアマ文化のあり方は今後ますます国内外から注目されるようになると思います。また日本遺産のストーリーにもあるんですが観光で島を訪れた人には元気な海女さんと出会い海女さんがとった魚介類をはじめとした島の豊かな海産物を食べて元気になって帰ってもらえることで 今後ますます島の魅力を高めていってもらうことが期待されます今回の認定を受けてこれからの取り組みについて教えていただけますかはい。えー、先ほども言った通り日本遺産は情報発信を行うことで地域を活性化することを目的としたものですシンポジウムを行い市内市外に日本遺産としての雨文化の周知を図るとともに関係者の皆さんと後継者の育成や アマ文化の継承に取り組みながらユネスコ無形文化遺産登録に向けて海外にも情報発信していきます訪れた観光客に日本遺産のストーリーを伝えるガイドの要請も検討していますまたアマ文化をの歴史を調査研究する事業も実施する予定ですわかりましたでは三好さん最後に一言お願いしますはい島市にはたくさんの貴重な文化財があります これまでそれらは各地に点々とあったんですがそれをストーリーとして線で結びつけ一体でで情報発信ししていいいくという試みは新しいものです。そういった新しい島の魅力の発信を行っていきたいと思いますので多くの方に関心を持っていただければと思います。はい。県内外。 問わずですね多くの皆さんにこの島の魅力を知っていただきたいですねはい、はい、今回は雨文化が日本遺産に認定されましたについてご紹介しました三好さんありがとうございましたはいありがとうございました今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼します次回もぜひご覧ください